はいどうも、じゅんです。今回はですね、ユニクロセオリーコラボのポケットブル UV カットパーカーで一週間コーデやってみたので、よかったら最後まで見てってください。スイスイ。まず月曜日行きましょう。こちらはですね、感動シリーズのスーツ、ジャケットと、あとボトムス合わせてみました。インナーに、まあ、パーカーをね、合わせてるオリーブ色のカラーの、こちら L サイズなんですけど、合わせた感じですね。ちょっとこうニューヨーカースタイルって感じね。月曜日、これはまあ会社に行くような格好ですかね。まあ、これで会社来たらちょっと先輩なんか言われそうみたいな感じはあるかもしれないけど、これからはこれがスタンダードちゃいますか。なんかジャケットの中にさ、パーカーを着たりするじゃないですか。まあ、そのノリだよね。生地がシャカシャカなだけで、なんかさ、呪術廻戦のさ、あの虎杖くんとかもそうだし、ユージくんもあと犬巻トケくんもそうだけどさ、あの制服の中にパーカー着てるやんか。だから呪術廻戦スタイルと言っても過言ではないかな。これはね、春夏別にかっこいいし、いいんじゃないでしょうか。これまあ、あの会社じゃなくてもなんか普通にお出かけでもありかなと思うんですけど、ということでジャケット脱ぐとこんな感じですね。てかベージュとオリーブがまあ相性いいですよね。公式のルックブックもさ、こういうスタイリングがあったしね。月曜日はこうカチッとドレッシーに合わせてみましょう。スイスイ。火曜日、これはですね、一色コーデ、ボトムスもインナー、その T シャツもオリーブ、全色オリーブということで、一色コーデ何がいいってさ、体型を隠してくれるっていうかさ、足の長さ、短さとかも隠してくれるのが一色コーデの良さですよね。もう全身緑みたいな感じ、いかがでしょうか。ちょっとエレガントさが出るんちゃうかなと思ってるんですけど、同色系のコーデ。誰やっけあれ、あのビリーアイリッシュもさ、あの一色コーデとかたまにしてるじゃないですか。低身長をカバーしてくれるのがこの一色コーデのいいところなんですよね。火曜日、これはですね、まあ、一色コーデでちょっとお散歩しようかなみたいな、そういうスタイリング、テレワークちょっと体なまるし散歩しようかなみたいなスタイリング、スイスイ。続きまして水曜日、ちょっと会社行くしジャケット着ちゃうかみたいな感じで、これはですね、下のボトムスに関してはユニクロセオリーのボトムス、やっぱねセオリーさんのこのねデザインということで、細身だよね、スタイリッシュ。もうデザイナーの人絶対細身じゃねえっていう感じですよね。まあ、今回のそのコラボのさ、ポロシャツとかもそうだけど、全体的にね、もう細身なんだよね。デザイナー細いんちゃうけって感じよね。こちらネイビーとのカラーもすごく相性いいですよね。止まれみたいな感じの、トゲくんみたいな、スタイリングにちょっと近いのかなって思ったりするんですけどね。はい、しゃがんでポージング。もうドヤ顔がすごいですけど、ご了承ください。水曜日、もうこれからのスタンダードになっていくんちゃうかなっていう、そういうスタイリングね。オリーブカラーってさ、結構どれとも相性いいよね。迷ったら白黒合わせたらいいし、セットアップコーデしたらいいし、同色系のコーデしたらいいっていう、この3つのルール覚えとけなんとかなりますよね。もう色がごちゃごちゃするんだったら白黒系、こういうネイビー系合わせたらいいしっていう感じ。スイスイ。で、続きまして木曜日、これはですね、もう色少なめ。もう T シャツもボトムスも白色にしてしたって感じね。オリーブとかそのカーキーがだいたい白色と相性いいからね、ショートパンツと合わせてみました。で、靴下履いてマーチン履いてっていう感じね。で、締めてもいい感じ。これ生地がめっちゃ薄いよね。だから前のジップは上げても全然ね、そこまで厚くないですわ。しかも折りたたんで、ポケットブルにこう折りたたんで持ち運びもできるからね。発売日当日に完売していたんですけど、オンラインではまだ店頭とかに行ったら残ってるんやないでしょうかって感じね。で、ここでですね、脱いでプロデューサー巻きしてみましたと。ポケットブル、その折りたたむのめんどくさかったらこんな感じでプロデューサー巻きしたらええやちゃうかと。暑かったらこんな感じで首周りね、紫外線カット UV カットしたらええんちゃうかいうね、そういうコーディネートでございます。スイスイ。続いて金曜日、これはですね、まあ、スーパーに買い物でも行こうかいう、そういう感じの格好ですかね。あの黒色のスキニー、そして白色の T シャツと、もう白黒、迷ったら白黒しときゃ様になるかなっていう、そういうスタイリングですね。まあ、今年はね、かなりゆったりめが流行っているんやけど、もう黒スキニー間違いないからね。黒スキニーはね、一年中履ける。ただ夏はちょっと暑いのかな。
夏はもうちょいゆったりめのボトムスの方が涼しいかもしれないですよね。ただこうスタイリッシュ、あのボトムスが細いとね、上がこうゆったりめだとかデカめ緩くても決まるんだよね、だらしなくならない、それがクロスキニーのいいとこってことなんですけども、平日狩猟スイスイ。続きまして土曜日、これはめちゃくちゃカジュアルだね。これなんかワイドめ、言うてみたらバギーパンツっぽいデニム、この薄めのカラーのデニムと合わせて見ました。だいぶカジュアル。まあ、土曜日ということやから、お休みの日はね、もうこういうカジュアルの格好でもいいんやないでしょうか。オリーブってほんと何でもいいもんね。オリーブはほんとデニムともすごい相性いいからね。オレンジ色の差し色っていう感じですね。テーマとしては、そうやな、古本でも買いに行こうかなっていう感じかな。もう最近ほんまに自粛ばっかりで、お店もなんか閉まってばっかりでね、あんまアクティブに行動できないんだけど、まあ、古本屋行って、本買いだめして読もうかなって感じのスタイル。スイスイ。そしてラストに日曜日、これは同色系のコーデですね。まあ、テーマとしてはこれはね、キャンプかな。あの、ベージュ、ブラウン、プラス、このオリーブ系のカラー。で中に着てるのもベージュのポロシャツ、セオリーとコラボのやつですね。で下に履いてる靴がこれはダナーということで、本当に同色系で合わせてみました。ちょっと地味な感じだけど、アウトドア、まあ、キャンプとか行くのにこういうカラーいいんやないでしょうか。野原とか山と溶け込む感じのスタイリングいいんやないでしょうか。てかキャンプしようと思ってもさ、キャンプ地予約できない問題ね。キャンプがブームすぎてあのテントとかタープとかいろいろ買ったけど、一回もまだキャンプできてないっていうね。はい、ということでいかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。